使い牛のエンターティナーアショック・バンダリの大魔術を開演いたします。1時間という短い時間です。アショック・バンダリの登場です。皆様拍手をお願いいたします。
ここへ一人の女性の登場です。まあこの女性トレーニングウェアかなんか着ちゃって随分元気ですね。 続いてこの女性、大きな袋を皆様に見せて、はい、種も仕掛けもありません。さあ、袋を箱の中に入れて、あらあら、女性が箱の中に入ってしまいました。さあ、バンダーリさん、お客様に預けておいた手錠を 今度は女性にかけています。バンダーリさんもまあ女性に手錠をかけるなんてちょっと乱暴なんじゃないんですか。さあ、しっかりと女性は手錠をかけられ、袋の中にすっぽりと入れられ、さらに今度は 袋の口をロープで縛っています。まあバンダリさんも随分しっかり縛っていますね。彼女ももう絶対に出てこれません。さあ箱の蓋を閉めて、
バンダーリさん、几帳面っていうか心配性っていうか、さらに2つも鍵をかけています。さあ、ではお客様あちらにどうぞ。じゃあバンダーリさん、お客様に箱の鍵を預かっていただいてください。バンダーリさん、ちゃんと鍵を預かなきゃダメじゃないですか。バンダーリさんたらお茶目なんで、すぐマジックをしてお客様をいじめてしまうんですね。はい、では前の方に鍵を置いといていただきましょう。よろしいですか。バンダーリさん、この布の中に入ります。ワン、ツー、スリーと言いますので、ワンで用意、ツーで走って、スリーの瞬間にバンダーリさんを捕まえてください。抱きしめていいですか。そのために女性を選んでますから、バンダーリさんもしっかりしてます。はい、捕まえて捕まえて、捕まっちゃいましたか、バンダーリさん。そしたらマジックは続かないじゃないですか。あれ、もう女性が出てきてしまいました。それも彼女ドレスに着替えて出てまいりましたよ。まあ、その代わりバンダーリさん、どこ行っちゃったんですか。あれだけ頑丈に閉じ込めておいた女性が、いとも簡単に出てきてしまいました。その代わりバンダーリさんがいなくなってしまったんですね。ということは、もしかするとこの箱の中にいるかもしれません。蓋を開けると、やっぱり袋の中で何か動いています。さあ、ほら、バンダーリさん、そんなとこで何やってるんですか。拍手お願いいたします。まあ、バンダーリさんなら手錠までちゃんとはめています。ではお客様、バンダーリさんの手錠を外してあげてください。はい、このマジックの時、バンダーリさん、汗はかいてるわ、シャツは出てるわ、本当に大変なんですね。もう一度バンダーリさんに拍手をお願いいたします。ではお客様、ちょっとお待ちください。はい、続いてのマジックもご協力願いたいと思います。はい、続いては一体何が始まるでしょうか。またまた箱が出てまいりました。先ほどの箱とはちょっと形が違いますけれども、これも随分大きな箱です。さあ、ではお客様に箱の確認をしていただきましょう。こちらの箱は、はい、皆様にも見えるとも思いますが、中には何も入っていません。さあ、では箱をちゃんと叩いたりして、はい、何にもございませんね、ちゃんと確認してください。はい、よろしいですか。さあ、バンダーリさん、やってまいりました。また女性の登場です。はい、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、また今度の女性も箱の中に入ってしまいました。しっかりと鍵をかけて、彼女、顔と手と足を少しずつ出しています。はい、ではお客様、どうぞ彼女に触れてみてください。彼女にっこり笑って手足を動かしてますね。はい、どうぞ、ちゃんと彼女が入っていますね。さあ、続いてバンダーリさん、1枚の板を取り出しまして、まあ、彼女の胴体に差し込んでしまいました。さらにもう1枚しっかりと差し込んでしまいました。彼女の胴体、一体どうなってるんでしょう。さあ、後ろからもちゃんと通っています。これからこの彼女、一体どうなるというのでしょうか。彼女の体が Z の形に変形してしまいました。どうぞお客様、近くでよくご覧ください。
まあ、彼女こんな姿になっても顔はにっこり笑っています。さあハンカチを振って彼女はジグザグレディなんですね。拍手をお願いいたします。さあバンダーリさん彼女の体を元に戻します。一体この彼女は最初出てきた姿で箱から出てこれるでしょうか。心配です。さあいかがでしょう。はい、元通り彼女はちゃんと出てまいりました。拍手をお願いいたします。さあお客様本当にありがとうございました。ちょっとお待ちください。はい、本日の記念のプログラムをプレゼントいたします。どうもありがとうございました。もう一度お客様に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。もう今度もちょっとお客様にご協力を願いただいて、お客様にステージの方に、そうですね、今度は3人ぐらいのお客様に上がっていただいて楽しんでいっていただきたいと思います。ですからバンダーリが指名いたしましたらどうぞすぐにステージの方にお上がりください。よろしくお願いいたします。さあ続いて出てまいりましたのは黒板ですね。ただいま金魚鉢から出てきた女性が今黒板の消し残しをきれいに消しています。続いてはアシスタントの彼が目隠しを持って登場いたしました。はい、バンダーリさんお客様にお願いしています。どうぞステージの方にお上がりください。はい、よろしくお願いいたします。
どうぞ。はい、いらっしゃいませ。拍手をお願いいたします。はい、お友達2人で出てきていただきました。ではもう1人ぐらいの方に上がっていただきましょうか。あちらにお願いいたします。はい、ようこそいらっしゃいました。まあ今日は女性ばかりに上がっていただきました。さあではもう一度お客様方に拍手をお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはでは目隠しの確認をしていただきましょう。はい、何か見えますか？何にも見えないですね。はい、続いてバンダリさん、それは何ですか？粘土みたいですね。あら、今度も、まあ、粘土を目に当てて何にも見えるわけないですよね。あ、なるほど、目隠しだけだと見えてしまうといけないということで、まず粘土を目に当ててから目隠しをするというわけなんですね。では思いっきりバンダーリさんの目隠しを縛ってください。思いっきりです。今日は女性ですからちょっと力が足りないでしょうか。アシスタントの彼に縛っていただきましょう。彼も力強そうですものね。はい、もうこれでバンダーリさん何にも見えません。はい、ではどうぞ手前の女性からまずこちらの方に来ていただきましょうか。他のお客様に見えるように真ん中のあたりに、いいですか、あなたのお名前をヒンズー語、スペイン語、メキシコ語、そうですね、イタリア語、フランス語、タイ語、北京語、中国語、韓国語、ハナモゲラ語、何でも結構ですけれども書いていただきたいと思います。今言った中に書けるものありますか？あ、ごめんなさい、私たら日本語を忘れていましたね。どうぞ日本語で書いていただいて結構です。まあそうです、日本語をてっきり忘れておりました。漢字は難しいですか？漢字、あなたの名前は漢字は簡単ですか？はい、じゃあ漢字でどうぞお書きください。はい、基本的にはバンダーリさん日本語は読めないし書けないし、ましてや漢字は全然なんだかわからないと思います。はい、ありがとうございます。どうぞこちらに、あら、どうぞこちらにどうぞ。はい、ではバンダーリさん OK です。書けるでしょうか？あ、バンダーリさんそっち行ったら怒ってしまいますよ。はい、ちょっと心配になってまいりました。頑張ってトライしています。一生懸命書いていますけれども、書き順の方はちょっと許していただけますよね。なかなか面白い書き方をしていらっしゃいます。はい、ご覧ください、一生懸命書きました。合っていますよね。別にお知り合いじゃないですものね。はい、よくできました。どうもありがとうございます。じゃあ消してください。さあ続いてはどうぞ女性。はい、そうですね、数字を書いていただきましょうか。数字はいくつか、ご自分の好きな数字をいくつか並べて書いていただけますか？はい、結構です。どうぞ。はい、バンダーリさん OK です。違いました。でもたまにはこういうこともございますので。でも随分派手に間違えましたね、バンダリさん。あら、バンダリさんたら
完全に私をからかっていますね。拍手をお願いいたします。どうぞ計算してください。ちゃんと合っています。まあ随分お茶目なんです。本当にこういうところがバンダリさんの可愛いところなんですね。では続いてのお客様、最後のお客様です。そうですね、今度はどうぞ。はい、マークを書いていただきましょうか。例えば丸とか三角とか四角とかハートのマークとか、あと郵便局のマーク、畑のマーク、田んぼのマーク、何でも結構です。お天気のマークでも結構です。お好きなの、はい、一つか二つぐらいで結構ですよ。なるほど、どうぞこちらへ。なかなか珍しい組み合わせでございますね。さあどうぞ、バンダリさん OK です。あ、でもここはハワイアンセンターということもございまして、お風呂が外にあったりしますよね。ですから、あ、またバンダリさんがちょっと、まあ、どこの国でも男性というのは本当にいつになっても子供っぽいって言いますけど本当ですね。でもこういうところが可愛いところなんでしょうね。さあご覧ください、お星様をたくさん描いて自分の似顔絵と I love Japan 日本の国旗をつけていただきました。もう一度拍手をお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ではバンダリさんの目隠しを外してあげてください。お客様ちょっとお待ちくださいね。はい、バンダリさん見えますか。よくできました。もう一度拍手をお願いいたします。バンダリさんには本日の記念のパンフレットをまたお客様にプレゼントしていただきましょう。はい、本当にお客様ご協力ありがとうございました。どうもありがとうございます。もう一度こちらのお客様方に拍手をお願いいたします。はい、本当にどうもありがとうございました。
手をお願いいたします。さあ今度はとっても明るい雰囲気の中でまたまた一体何が始まるでしょうか。はい、やってまいりました、インド大魔術団女性たちの登場です。インド大魔術団職場の花となっております女性が4人おります。ここで彼女たちの紹介をしたいと思います。まず私の隣にいらっしゃるのがロミラさんです。その隣にいらっしゃるのがラクシュミさんです。その隣にいらっしゃるのがレヌさんです。そしてこのマジックには登場いたしませんが、続いてのマジック、レディーカッティングというマジックに登場いたしますのがダノワンティさんという女性です。彼女たち日本に来てからとってもよく頑張ってくださっています。ここでもう一度彼女たちに拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあバンダーリさん、続いては女性に囲まれてのマジックです。幸せですね。さあバンダーリさんが取り出しましたのは一枚の布ですか、革ですか、何でしょう。さあそして紫の房のついた棒を中に入れます。魔法をかけてますね。あら、オレンジに変わってしまいました。さっきは確かに紫だと思ったんですが、続いてはよく見ていたいと思います。今度はホワイトですね、白い棒です。紫に変わってしまいました。私もちょっとこの頃疲れておりまして、目の錯覚を覚えることがございます。今度はよく見てたいと思います。赤でした、今赤でしたよね。ブルーになってしまいました。早く帰って寝た方がいいのかしら。さあこのブルーの棒でブルーの筒を撫でたり中に入れたりしてますね。あら、黄色いお花がたくさん出てまいりました。続いてオレンジの花、こんなに小さい筒の中からまだまだ出ます。はい、赤いお花も満開です。常磐ハワイアンセンター花盛りといったところでしょうか。インドの花盛おじさんアショークバンダーリにもう一度拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。日本は素晴らしい、皆さんいい人です。ようこそいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。Good evening, friends, ladies and gentlemen. Now, this is a time you are going to witness one of the most sensational illusion of the world, cutting a lady into two pieces with an electric saw. People say that seeing is believing. It's not with the magic. More you see, ladies and gentlemen, less you understand. So, before this performance, let me thank you all for joining the show.On behalf of all of my group members, thank you very much, ladies and gentlemen. Domo arigato gozaimasu. Thank you.
がきっとご満足いただけたと思います。ここでもう一度メンバー紹介いたします。団長アショークバンダリとレディーカッティングダルワンティ、イルージョンボックスラクシュミ、グラスボックスレヌ、フローティングレディーロミラ、アシスタントのナリシュ、アシスタントのロヒット。さあもう一度インド大魔術団に温かい拍手をお願いいたします。そして舞台を支えてくれたバンドメンバー、ムケッシュ、マダル、ジャガット、ナリッシュ、ラケッシュにも温かい拍手をお願いいたします。なおインド大魔術公演は残すところ7日間となりました。またお会いできる時を楽しみにここでお別れしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。さようなら、さようなら、また会いましょう。フィルミレンゲ、さようなら。
Thank you.
plays off me. Come to my side. I will open the gate.